こんにちは、カブパパです。今日はね、21日の日曜日なんですが、まあ、午後になって雨降ってきましてですね、まあ、こんな天気なんで、まあ、家の中で道具紹介のビデオを撮ってます。でちなみにですね、これは道具紹介するわけじゃないんだけど、これも皆さん知っての通りですね、 S ビットのポケットストーブですね。非常に汚いです。使ってるんで汚いですけど、これが、まあ、付属のタブレット。これはミリタリー用なんででかいですけど、こんなものを置いたり、あとは僕はよく使うのはですね、100均の固形燃料ですね、100円で3個入ってるやつ、まあ、あれをよく使ってます。でただこれもね、非常に使えないことはないんですが、風がない時であればですね、まあまあ使えるんですが、まあ、これをなかなかこうメインで使っていこうという気はまあほとんどありません。これはちょっと先ほど言った通り、火力がですね、まあ、どうしても弱い、まあ、そんなところでですね、ちょっとこれと似たようなものをですね、注文をしてありました。ちなみにこちらです。ですね、クイックストーブという会社で作ってる、キューブストーブ、これもこれと、まあ、非常に似たようなやつなんですが、まあ、これだけじゃ分かんないんで、ちょっと開けてみますね。何かな、こんな風になってますね。キューブストーブ、メイドイン USA、僕の好きなメイドイン USA です。最近ね、なんかね、アウトドア道具もね、チャイナが多くてね、なんかこうチャイナっていうとガクッとくるんだよね。まあ、コスト面のこととかですね、まあ、いろんなことでチャイナが増えてるんでしょうけど、なんかあそこに任せるとなんか全部こう質が悪くなるような感じがするんで、ちょっとがっくりくるんですが、まあ、やっぱりこう USA とかだとで、まあ、元祖アウトドア大国ですから、まあ、非常にいいなというふうに思うんですが、まあ、余談はいいとして、こんな感じで開きます。パカッと、パカッとこんなふうに開きます。中にですね、あ、軽いなこれ、 10g あんのかな、クイックストーンというですね、これ燃料ですね、固形燃料、これが入ってます。2つ、要は杉とかですね、その辺の針葉樹で作った、非常に添加物も何にもないですね、まあ、安全な燃料ですというふうに書いてあります。これもアメリカ製ですね、まあ、こんなようなものをですね、まあ、ここに入れて、まあ、火をつけてですね、あと燃やすと、まあ、いうような感じですね。大きさの比較しますとこんな違いますし、まあ、高さもですね、まあ、これぐらい違います。非常に大きいものが燃やせます。まあ、何せね、今開けたばっかりなんでよくわかん、あ、こんなのが入ってますね。こんなプレート、これもステンレスのプレートが入ってます。ちなみにこれオールステンレスですね。わりかし重いです。でこれを、あ、そっか、この固形燃料を使うときは下にですね、このプレートを敷いてくださいということですね。何も敷いてないときは、まあ、このようにですね、穴っぽこだらけなんで、固形をやるときは先にこれを入れると、こう入れてから固形燃料を入れてくださいということですね。でなんかね、YouTube の動画を見ましたらですね、これ一つでステーキが、まあ、4、5枚、まあ、ステーキの厚さにもよるんでしょうけど、4枚から5枚焼けると、まあ、いうふうに書いてありました。まあ、ここに薪とかですね、まあ、薪っつっても小枝でしょうね、まあ、小枝程度のものを入れればですね、まあ、ここで、まあ、ストーブの上にですね、クッカーかなんか乗せて多分煮炊きができるぐらいの大きさですね。あとね、下でバーッと燃やしてですね、こう裏返してごとくみたいに多分できるんですよね。こうですね、こういう使い方、この上で
こっからの火でですね、肉を焼くとかですね、ソーセージ焼くとかってこともできると思います。まあ、外人は結構適当なんでね、でいろんな使い方するんだと思うんですけど、で僕はね、今考えてるのは、ちょうどこの大きさってね、あれに合うと思うんですよね。これがあのトランギアのアルコールストーブですね。これがですね、ちょうどここにピタッときれいに収まるんですね。まあ、上から見るとこんな感じですかね。まあ、ちょうどこのど真ん中にですね、ピタッと収まります。高さ的にはですね、こんな感じなんで、ちょうどクイックストーブのボディの厚みがこんなもんに対して、まあ、アルコールストーブはこうですから、ちょうど入れてですね、そうだな、ここになんかこう乗せた時に大体5センチぐらい、クッカーの底との距離がありますので、ちょうどアルコールストーブの火がですね、まあ、マックス熱い部分で当たるということで非常にいいかもしれませんね。ちょっと天気悪いんでね、今日その実験を本当はやりたいとこなんだけど、まあ、これ後で必ずやりますから、まあ、その時またビデオにしますけど、まあ、非常にこれを入れてですね、使うのがいいのかなと。よくバーゴのですね、なんだっけ、俺はあれ使わないんだけど、チタンのありますよね、富士山型のやつ、パタパタパタって組み立てるやつ、あれの中にですね、こうアルコールストーブ入れてやる人多いですね。よくみんな真似するようにやってますけど、あまりあれは好きじゃないんで、ちょっとこの形でやろうと思ってるんですけど、これを入れてですね、まあこれはごとくですね、これ開けたり閉めたりですけど、まあ基本開けたままですよね。まあこの上にですね、まあクッカーをまあ乗せるわけですけど、まあ、結構これ幅がですね15センチぐらい空いてるんで、マグカップをですね直接温めるとかですね、シェラカップを温めるっていう場合ボコッと落ちちゃうと思うんで、まあ、そういう時はまあ、皆さん1本か2本必ず持ってると思うんですけど、使わないペグですね、まあ、これをですね、まあ、ここら辺に入れていただいてですね、この上にカップを乗せるとかですね、これアルコールストーブから出る火の高さを、まあ、この高さですね、まあ、どこかにペグを入れることで、まあ、調整できると、まあ、いうようなことができます。まあできますというかですね、まだやってないんですけど、まあ、理屈上ですね、まあ、そういう風になると思います。あともう一つちょっと今日開けたんでね、まあ、紹介ついで実験もやってるんですけど、これを入れてですね、これを閉めて、このまま収納できるかですね。お、ギリ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 というか、だいたい1センチぐらいここが空いてるんで、まあ、こういった袋にですね、まあ、アルコールストーブをしまって、まあ、これで OK ですね。あ、これでいいんじゃねえかな。以上ね、こちらクイックストーブ社で出しているキューブストーブのご紹介でございました。はい、どうもありがとうございました。むせてますな。